チーズポテト、フライドポテト、タコセンも、持ってきております。あ、ちょっと聞いてよ、ちょっと多めにいったるからな。おう、はい、そうそう、一つお待たせいたしました。いやはい、はい、さあ一番上が塩になります。熱いので気をつけてくださいね。お待たせいたしました。400円になりますね。はい、ごめんなさい、ありがとうございました。ネギオイルファイヤーいかがですか？お急ぎの方、2パックまで7すぐお出しできます。今日はリクベ人気商品、日中はチーズポテトも販売しております。先生どうだった？よかったよ。よかった？うん。よかった？うん、よかった。同じクラスになったん？いや、違う。違うかった。最新曲やで。俺たち YouTube でやってた。YouTube デビューや。YouTube デビューや。3回目や。そこの書いてる YouTuber さんが撮ったんだけど。おごりにしといたんだよね。ありがとうございます。当たり前や、ほんま、もう。こんにちは。あ、こんにちは。はい。はい、いいか、どうぞ。はい。はい、あ、ちょっと気をつけてな。はい。もうこの子ってもう高校生とか中学生にとって、なんか、なんですかね、集まりの憩いの場みたいな感じじゃないですかね。店とかがあった、こんなで屋台とか、キッチンカーとか出とったら、やっぱり、安いのはあると思う、ね。なるほど。でも、もともともうお店に来てる。うん、そっから店に来てかき氷食べたりポテト食べたりショールコーショータコーバーだから、うん、じゃあもうこの地元で生まれて地元です。そうだね。米名物ネギマヨファイヤーも出していきますよ。いかがですか？ファイヤーいかがですか？元気したん？元気、ほんまよかった。どうぞ。はい、ありがとう。多分こんな感じで毎日地元トークというか振り合うような感じ。あ、いや、まあこの頃は向こうのお店とかも来る子は顔なじみみたいな。そう、顔なじみ率が高いみたいな。もう可愛いしよ、もう可愛いしたまらんなんですよ。おいくつ？2パック。
ク。はい、スターバックス。はい、ありがとうございます。そっちある。味の方は何にしましょう。普通までソースでいいですか。はい、はい、マヨネーズどうされます。お願いします。はい、ソースマヨ2つで。はい、はい、たこ焼きいかがですか。陸米名物ネギマヨファイヤーもできますよ。あとジャンボタコセン、フライドポテト、総本店の人気メニューのチーズポテトを今日はお出ししております。はい、お待たせいたしました。ソースマヨ2つです。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。またお願いします。ソースマヨ2つありがとうございました。はい、部長もうちょっと待ってよ。あげようね。ちょっと多めにいったるからな。まずは。おう。はい、たこ焼きいかがですか。はい、待っちゃいます。ありがとうございます。ネギマヨファイヤーを持ち帰りだした。はい、ありがとうございます。はい。はい、ネギマヨファイヤー。はい、たこ焼きいかがですか。陸米名物ネギマヨファイヤーいかがですか。出来たて熱々のたこ焼き、ただいまでしたら4パックまででしたらすぐお出しできます。たこ焼きいかがですか。はい、お待たせいたしました。熱々のたこ焼きいかがですか。陸米名物ネギマヨファイヤーいかがですか。お急ぎの方、今でしたら4パックまで出したらすぐお出しできますよ。たこ焼きいかがですか。あ、陸米名物ネギマヨファイヤーいかがですか。はいよ。はい、はい、はい、ソース2つと、はい、ライエン1つ、はい、ありがとうございます。マヨネーズはどういたしましょうか。はい、お待たせいたしました。一番上が塩になります。熱いので気をつけてくださいね。はい、どうもありがとうございました。チーズポテト、フライドポテト、タコセンも、持ってきております。ジャンボタコセン、一回り大きいタコセンが、250円、チーズジャンボタコセン350円、 7食限りの限定となっております。よかったらいかがですか。一つお待たせいたしました。はい、ありがとうございます。400円になりますね。はい、ごめんなさい、ありがとうございました。ありがとうございます。
たこ焼きいかがですか。出来たてアザースのたこ焼き2パックまででしたらすぐお出しできます。待たずに中ご購入可能です。ありがとうございます。はい、出来たてアザースのたこ焼きいかがですか。いけるか、いける、はい、できる。綺麗だった。大丈夫か。もう5月の連休多分向こうの店はもう開けとると思うんで。うん、ええー、また、はい、よかったかき氷で、ま、かき氷で。かき氷食べてよ。かき氷やってみて。何とか緑のかき氷にしよっか。緑が好きやった。どれが一番いいねんな。でも今年からお父さんにちょっとあげなあかんな。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ますけど。たこ焼き一つください。え、味は何する？ソース？味何がありますか。ソースと塩をネギマヨファイヤーソースで、ソースでマヨネーズかけてよかったかな。はい、わ、はい、かりました。ちょっと待ってね、はい、はい、どうもお待たせしました。ありがとうございます。どうも、
ご苦労様でした。ぐらいだった。面倒でしょ。30分ぐらいかかるっつ、ね。面倒でしょ。すごいですね。ね、30分か20分はかかる。20分ぐらいかかるですか。一人で片付ける時も多いからな。そうやな。私が向こうやからな。これは週に何回ぐらいで、で、あの結構天気のいい日で週に4、まあ天気が週に4日ぐらい出てくる。半分ぐらい。半分ぐらいはですよね。詳しくはインスタグラムみたいな。そうそう、インスタでも時々ちょっと遅れ気味になったんだけど、うん、いつも朝何時ぐらいですか、ね、朝はまあまあ、目安としてはここも11時ぐらいに開けれたらなあいうぐらいにはして出てきたんですよ。まあ、あの準備ができ次第、準備ができたらもうやります。だいたい11時。お昼前ぐらい。お昼前ぐらいですね。早い時は10時ぐらいからでも行ってるんだけど、その時に次第。ありがとうございます。ありがとうございます。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。